ニワチャンネル突撃長田町。じゃん、こんにちは、今日は河合克行代議士のご紹介で渡嘉敷直美代議士のところに来ています。秘書の鈴木桂さんです。私の学校の後輩さんです。よろしくお願いします。先生はどんな先生ですか？あ、もう優しくてすごいいい先生です。嘘ついてますとかすいません。そしてこんにちは、渡嘉敷直美代議士です。よろしくお願いします。初めましてですよね。初めましてですね。この番組はですね、バトンリレー方式でやっておりまして、はい、最初はですね、民主党の長島昭久代議士から始まりまして、あらあらら、その後ずっと自民党の方なんです。あ、まあさすがですね、自民党はやっぱり。どうですか？すごいすごい。好きなとこ書いてるの。あの、なんで？違います。一応順番に書いてるんですよ。あ、順番があるんですね。どうですか？どんななんか。特筆すべき方いらっしゃいますか？女性議員がだんだん増えてくればいいなと思ってね。あ、そうですか。ねえ、1年生多いですね。あ、そうですね、8段階の方多いです ね、うん、ね、でもベテラン議員の方もいらっしゃいますので、そうですよね、いらっしゃいますね。はい、この番組の最後にサインをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そして誕生花を渡すことになってまして、渡嘉敷さんの、お誕生日は7月16日、あ、もうすぐですね。あ、そうなんです。また一つ年を重ねてしまう。風並みが花言葉です。あ、そうなんですか。知らなかったです。いや、嬉しい、ね、私12月16日なんで月誕生日で一緒だから、あら、一生忘れないです。なんか縁起がいいですね。はい、やっぱり先日、あ、先月はですね、この番組は40万件のアクセスがありまして。そうなんです。はい、見てるのは大体20代30代の、はい、まあ、いわゆる若年層ですので、はい、今まで政治とはあまり関係ない方が多いと言われていますので、はい、ぜひまたそういう方に政治を親しくするためにもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。昨日は何の晩ご飯を召し上がりましたでしょうか？昨日は和食。和食、うん、料亭ですか？料亭じゃないんですけれども、そう、先輩家にごちそうになりました。どうなんですか？鳩山先生。あ、そうなんですか。ギラギラしてました。いや、私の方からいや、そんなことはないですけれども。そうですか。和食でちょうど脂っこい感じでちょうどいいですね。そうですね、鶏鍋みたいな感じで。鶏鍋ですか？美味しかったですけどね。いえ、まさか。もうそんなことしたら皆さん喜ばれるじゃないですか。あ、そうですよね。何人ぐらいいらっしゃったんですか？いや、結構いらっしゃいました。10人ぐらい。あ、そうですか。1回生、2回生と鳩山先生と。なんか会派の感じ。あ、そうですね。今会派は、はい、派閥で、島派で、はい、派閥ですね、ごめんなさい。平成系なんです。あ、そうですか。いつからお入りになったんでしたっけ？去年の年末ギリギリから。そうですか。やはり入ったというのは何か心境の変化とかあるんですか？やっぱり先輩議員とのパイプをちょっと、はい、太くしたいなと思いまして。やはり一人じゃちょっとあれかなって感じなんでしょうか？そう、やはり横のつながりもいいんですけれども、まあ、総裁選も終わったしそろそろいいかしらということで、はい、小泉前総理もね、はい、一緒に入るなとは言われてたんですけれども、もう総裁選以降はいいよっていう話だったので。そうだったんですか。じゃあますます力強いバックアップがあって政治活動しやすいという感じですか？そうですね、全然違いますね、やっぱり。ですか。はい、はい、それでは渡嘉敷さんのことは何と呼んでよろしいでしょうか？この番組の中では渡嘉ちゃん。トカちゃん、いいですか？いいですか、トカちゃん、はい、そんな親しく、いつもトカちゃんなんで。わかりました。それでは、はい、トカちゃんと呼ばせ、はい、させていただきます。はい、これに名前を書いていただけますか？あ、私です、はい、はい、お願いします。トカちゃんって自分で書くんですね。はい、お願いします。今日はブルーのコーディネートで素敵ですね。ありがとうございます。似合いますね、ブルーが特に。そう、青好きなんですよ。あ、そうですか。はい、どちらでお求めになるんですか？割と決まったお店で。え、何ですか？割と決まったお店、ま、どちらですか？マギー。あ、マギーですか？そんな感じ。国会議員多いじゃないですか。御用達の。そうなんです。だからお店がすごい大変みたいで。あ、そうなんですか。この世はなんとか先生がお帰りになり、お召しになりますとか言われて。あ、それいいですね、分かっていただいて、ね、そうそうそう、だから調整してくださいってお願いして、そうですよね。もうその方がよっぽど。あ、そうですよね。銀座マギーってすごいですね。国会議員からホステスまでですもんね。そうなんですよ、本当。同じお店で。同じ業界とは思えないんだけど、ね、そうですよね。なんか共通点あるんでしょうね。そうですよね。いやー、マギー、やっぱそう思ったんです、私マギーかなと思って。お似合いです。いや、ありがとうございます。それではいきます。トカちゃんの幸せ度数年表です。はい。
ずっと 100% バーッと来てますが、いろいろこう微妙です、ね、3つ落ちてますが、これは何かあったんでしょうか、はい、これなんだっけ、書いてて忘れてるの。そうですそうです、入念に書いてる。これはですね、はい、岡山にいて田舎から東京に出てきてちょっとショックを受けたんですね。いやーい、きび団子とか言ってそうですね、なまってるとか言われて、で国語とかで余命とか言われて、何がなまってて悪いんだとか言ってる小学生でしたから、そういうんで、ちょっと、東京どちらに、東京は杉並区ですね。そうなんですか、はい、そしてこの落ち込みは何でしょうか。あ、これ大学受験で入ってですね、はい、で薬学部に入って、はい、受験でどうしようかと悩んでたんですけど、でも一浪されなくて全然されしなくて、はい、もう推薦もらってそのまま行ってしまいました。ラッキーでしたね、でも入って薬剤師として働くのはちょっとこの性格厳しいかなみたいな、と思いましたね正直。すみません、トカちゃんは生まれが沖縄、あ、京都なんです。あ、京都なんですか、お名前が、そう、沖縄、家が、ルーツがもともと沖縄なんです。そうなんですか、ですからこう親しみやすくてこういい感じなんです。南国系の性格、そうですよね、超ポジティブみたいな、そうですよね、朝からうるさいうるさいって言われてお母さん、そうなんですよ、沖縄人そうなんですよ ねもうずっとハイテンション、はい、そしてまたこうずっと、まあ、基本的に100なんですよね。そう、幸せなんです、幸せなんです、美髪なんですよね、そしてここなんでピッと、あ、それね、1回ね、はい、私すいません全部話してる、婚約解消したの。え、そうです。何歳ですかこれ。27。羨ましいじゃないですか。どういう意味ですか。私結婚も何もしたことないんで。あ、そうなんですか。いや別におすすめしないです。いや、そういうのはまだあるんですけどね。いや、そんなでもまあ若いですからね。そうですよね、うん、と思ったんですけどまだある。そうなんです。これが終わりじゃなくて、じゃない、始まりだったんです。始まりだったんです、つまずき。本当彼氏がいたからじゃないですか、ここは。え、彼氏がいたからじゃないですか。いや、そんなことないですか。あ、そうですか、はい、大丈夫ですか、すみません、はい、そして、この辺は資生堂に入社されてる。あ、もうずっと資生堂です。担当はどっち、広報で。広報だったんですか。マスコミの窓口の仕事ですね。あ、そうだったんですか、はい、当時は、何でしたっけ、レシェンテ。そうですね、レシェンテとかを売り出したりとか、バラ園とかギアとか、ああいうの担当してましたね、商品の企画から、商品の PR まで、PR までやられたんですか。好きでしたね。そうですか、だから男は清潔じゃなきゃモテないとか言って脅迫観念をこう煽ってですね、商品を買っていただいたりとかしましたね。ウーノとかそういうやつでしたっけ、それはギアって、黒いバッグをした、誰でしたっけ、イケメンの俳優の方、陣内さん。あ、そうです、思い出しました、ありましたよね、あれをトカちゃんがやられたんですね。そうなんですね、この話通じる人少なくなってきてる、嬉しいですよ、ですよ、ね、私古いですよ ねちょっと年代近かったんですか。そうですね、嬉しい、あっち覚えてますよ。すいません、私のテンション上げるために彼がそういうの出すんですよ。なるほどね、大丈夫、十分高いですから。昔の写真なんですけども。すごいですね。やはりあれですか、お化粧にはこだわりますか。そうですね、今日もブルーブルーで。そうですね、バッチリですね。今日のポイントは何ですか、メイクの。メイクのポイント、涼しげに。あ、はい、涼しげですね。お目元が涼しい感じですか。そうなんですよ、メガネちょっと違う。すごい感じてましたね。慣れないことが多いそう、目がねちょっとシャープなんで。あ、そうですね、でももう逆にそれを生かした方がいいので。そうですね、どうですか、ダメですか。いや、いいですよ、綺麗で、綺麗な2人でいらっしゃいますね。一応自前なんですよ。素晴らしい、いいですよ。すみません、ありがとうございました、はい、優しいですね。大変ですね、スタッフの方もね。そうですね、もう呼んだけがない、いつの間に着替えてはい、はい、もう そしてトカちゃん、こっからですよね、はい、順調な資生堂広報時代から、はい、ここでガッと、はい、あ、結婚して離婚したんです、ここで。あ、その前に杉並の、区議をやられたんですね。そうなんですね。それは何歳ぐらい、私は区議会議員なんで36。あ、36ですか、はい、じゃあそれと同時ぐらい。いや、36で当選して、はい、3年ぐらいの時に分かりました。あ、そうだったんですか、はい、やはり女性議員難しいですかね。大変ですね、女性がね、政治家になるとね。そうですよね、よっぽど理解してくれる方じゃないと無理ですね。そうなんですよ、だから政治家に向いてるんじゃないかって勧めてくれたんですけれどもね、前の夫はね。え、それがそれが意外に飼い犬に手を噛まれるみたいな。そうだよ、意外にそうじゃないんですけど本当にあれみ
みたいな感じですよね。ご主人何やってたんですか？自分で仕事してコンサルタントの仕事してたんですけど。あ、じゃあ結構家にいらっしゃる感じ。そうなんですよね。じゃあ私がどんどんやっぱり外に行ってしまいますからね。亀裂ができますよね。そう、なかなか難しいですね。やっぱりそれがかなり落ち込みましたか？いや、落ち込んでってかなかなか大変でしたね、やっぱりね。私の場合の地方女性議員もみんなそういう感じで離婚されてます。あ、そうですね、やはりね、女性の政治家本当難しい政治家だ本当に。そうですね、政治家の妻は割といいんですけどね。そうですよね、やっぱ、うん、ご主人のためにご飯とか作ってたんですか？作ってないですよね。いや、作ってましたよ。え、本当ですか？うちの人はなんか絶対作ってないんじゃないかって。作ってましたよ、ちゃんと。あ、本当ですか？うん、で、5年間生活してたとか言って嘘だとか言われてるんですよ。ひどいと思いません？だから一緒の鈴木さん。いや、あの鈴木さんはいい子ちゃんなんで。鈴木勝あの地元の口のある秘書さん。あ、そうです、大変でしたね。そう、5年間は嘘だんじゃないかって怪しんでますよね。でも朝立ちとか例えば選挙凱旋とかするときに一緒に来てくれたりとかあったんですか？最初の頃は結構してましたけどね。どの辺からやっぱ亀裂が出るんですか？やっぱりね、選挙のあたりとかやっぱりなかなか考え方が合わなかったりとか。あ、年が離れてたんで。あ、上だったんですか？すごく上だったんですね。そうですか。でも選挙の、ね、夜は燃えるって言いますよね。あ、そうそうなんですか？エネルギーがぐわーっとか来るから夜バンっていくという。あ、そうなんですか？皆さんおっしゃいました。え、そうなんですか？違いました。全然もうそんなに体力温存しとかなきゃいけない。あ、そうですか、失礼いたしました。全く優しいですね、トカちゃん。沖縄ですよね。もうありがとうございます。そして上がりました。はい、ここは何です？元に戻ったんです、それで。だから離婚して普通の生活に戻ったので。離婚したからサバサバと、サバサバと独身に戻って、ああよかったと思ったんですけれども、やっぱ独身はいいなと。再び独身でよかったなみたいな。二度と結婚したくないなと。いや、まあ向いてないなと思いますね、結婚の制度にね。あ、そんなもんですか。はい、そしてまたここでガンと落ち込みます。これは、あ、落選したんです。あ、都議選に落選したんです。そうなんです。はい、私も落選したんで。じゃあ私だったらずっとこれなのかな。そうですか。いいですか、また違う世界。似てますね、だから。似てますよね、そういう意味ではね。いや、私はもう選挙出ないと思いますので。あ、そうなんですか。はい、やっぱこう落ち込みましたか？いや、全部なくなると、あ、こういうもんなんだって思いますよね。いや、世の中からなんか置いてきぼりされてたんで、急にあらまあみたいな。いや、私もあの落選した次の日いっぱい取材が入ったんですけど、太陽がやっぱ黄色く見えましたもん。あ、そうですか。白く見えなかったです。そう、なんかあの事務所片付けたりとか寂しいですよね。そう、すごい寂しいの。もう本当しんどいですよ ね。でもまあ悪い経験でもないかなと思って。そうですね、いや、落選っていうのは私しかなと思ったんですけど、落選してもやっぱ生きていけるなと思いました。あ、全然平気ですね。でもあそこ経験したら何でも来いみたいな。いや、でもどこかじゃ、こっから早いですよ、インプルーブが。そこから早い。早いですよ、これ。この復帰が早いですよ、これ。すごいんですよ。そしてここで2005年の、9月の選挙に行くという。そうなんです。8月の選挙ということで、わずか落選1ヶ月半みたいな。すごいですね、このやっぱ基礎体力があるんですね。いやいや、そんなことないんですけど、ちょっと反省が足りないとか言われますよね。いやいや、でもね、落ち込みましたし、それでまた登っていくのは素晴らしいことですよね。いい経験しましたね。でもこれあってよかったなと思いますよ。そうですよね、いろんな離婚もしましたし、やっぱりね、ずっとだとね、政治家あんまりよろしくないです。あ、そうですよ、でも短いからみんな怒られちゃう。そうです、ちょっと短いんじゃないか。苦節10年とかいう人ですね。そうなんですね、ちょっと短すぎみたいな。これは公募で。そうですね、公募で。公募は知ってたんですか？公募制度はちょうど小泉総理が夜8月の8日の日に解散を決めた夜に記者発表してた、出したじゃないですか。あ、それ聞いてたんですか？あの時に聞いてすごい感動して。テレビで？そうです。で、もうね、改革を進めるか進めないかということで、国民に信を問うとか言われて、ああ政治が変わると思って、で自民党も変わると思ったんですよ。で、それでいかなくちゃ。で、今だったら役に立てるかもしれないと思って、すぐネットで調べたら公募って自民党に書いてあったので。すごいですね。その日の夜からすぐ書き始めて。本当ですか？それで何日後に呼ばれたんですか？それで出して、翌々日にすぐ出して2つで、そしたら1週間5日後ぐらいに連絡が来て、面接受けてくださいっていうことで。じゃあもうその時は落選したばっかで何をしていいか分からなかった時期ですよね。どうしようかなということで悩んでたんですけど、ただ政治を諦めるつもりがなくて、何かしらの形でやっぱり政治家としてやっぱり役に立ちたいなと思っていたので、じゃあどういう機会がいいのかなっていうのは悩んでたんですね。その時期だったんですね。なんか飯島ゆかりさんは、あの旦那のところに北海道に行くところの空港のワイドショーで見たって言ってましたよ、公募。そうなんですか。
だからやっぱりそういうチャンスをパッとつかめるかつかめないかで人生が変わっちゃう。それがやはりトカちゃんの強運なとこですよね。そして大阪なんですよね。そうなんですよ、もういいところなの。あ、そう、本当生まれは岩田会議生まれが京都ですから、そうなんですね、縁もゆかりもないところではないんですよね、で関西の人のノリがすごい楽しくて、合いますよね、きっとね、めちゃくちゃ合うんですよ、ね、きっと合いますし、好かれますよ ね、もうだから大阪ノリ、大阪ね、大好きもね、だから普通とか馴染んじゃっていや、居心地いいわとかもして、もし南見せた方がいいですね。いや、そんなことは申し訳ありませんけど、いやもう杉南には育てていただいたご恩がございますので、そうですか、でもそれはそれでね、全体的な国政でね、生かしていけばいいかなと思って、そうですね、本当に分かりました、はい、それではトカちゃんの幸せ度数年表を終わりたいと思います。ありがとうございました。教えてトカちゃん。いや、はい、今日はちょっと会話がうるさいんですけども、議員宿舎にお待ちいただきありがとうございました、はい、ありがとうございます。こちら応接室になってるんですけども、はい、実際に議員一人一人が泊まってる部屋っていうのはどういった感じになってるんですか、教えてください。 3LDK で80平米ぐらいですね、はい、ちょっと、ね、あ、ここより広いんですか。もちろんこの部屋より広いです。ごめんなさい、何年もしか住んだことないんで。ないですよ、分かんないんですよ、6畳しか住んだことない。 3LDK がどんなもんなのかも分かんない一人で住まれてるんですか。いや、母と一緒に。ああ、どの人まで住んでますか。あ、母と一緒に住んでます。はい、レベルは、レベルっていうか、あ、回数ですか。回数、いや、誰がまで住んでいいとかあるんですか。ないです、ないです。国会議員、あの衆議院議員で あれば、はい、あと23区内に家を持ってなければ、はい、であれば、その人が呼ぶ人は住める。呼ぶ人はというか、あ、そうです、だから家族であれば、はい、一緒に住めます。あ、で僕はまだもうちょっと先っていうことですね。そうですよね。議員さんになっていただくか、どなたか配偶者が今度議員さんであるか、一緒に住むことでしょ、ね、一緒に住むことでしょ、ね、やだよね。チャンスありますよね。わ、はい、かりました。ちなみに何階に。私15階です。あ、じゃあ眺めがいいですね。そうですね、まあまあって感じですね、はい、周りのビルが結構高いね、赤坂は、はい、まあギリギリって感じですね、はい、議員会館にはいつもどうやって行かれてるんですか、ここから。ここからはですね、そうですね、車で迎えに来てもらう時もあるんですが、ほとんど最近は車が当たらないので、はい、そうすると歩いていくか、歩きかタクシーに乗るか、あとは先輩議員に拾ってもらう。そこですね。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上、今井がお伝えいたしました。あれ、随分短いですガールズトークコーナー。これはあの、はい、女子同士でこうなんかこうピロートークっていうか、変なピロートークじゃなくて、女子がこう私の部屋に来てくれて、あのこう話すみたいなイメージで。あ、それでこれがあるんですね。みんなこれで話しません？あ、するする、なんとなく枕かなんかじゃないで、そうそう、クッションかなんかで、ああいうのにね、中学の子の夜みたいな、そうそう、なんてさっきいろいろエグい話聞いちゃったんで、ね、ガールズだね。そうですよね、今後ですよね、今後、今後ですよね、今後ですよ、多分きっともう一回結婚されますよね。いや、もういいかな、そういう方するんですよ。あ、だからもう家も引退した後にこうちょっとお茶飲み、60過ぎてからとか70過ぎてからとか、ちょっとお茶飲み友達のボーイフレンドぐらいでいいや。そんなのいますじゃないですか、今でも。いや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 、もうお茶飲んでるだけで何言われるか分からないですからね。そうですよね、もう大変でございます。だからお母様と住んでるんですか。いや、もう母と住んでたら一番安全みたいな。そうですよね、そんなもんですか、だから他の男性議員の同期の人でも、うちに来ても大丈夫、うちの母いるから、一緒にお茶飲めるよって、おいでおいでとか言って、それダメなんじゃないですか、それ。うん、でもそういうふうに言って、いろいろ。でもなんかそういうふうに言ってもらうだけで気分が楽とか言って。あ、そんなもんですか。実際いらっしゃる方はいないですけど。まあ、そういえばね、エクスキューズになりますもんね。うん、私すごい気をつけてらっしゃるんですか、やはり。そんなこともないですけど、やっぱりね、いろいろ言われますからね。嫌ですか、やっぱ言われると。はい、言われると嫌ですか。はい、マスコミの方ですか。そうですね、なんかあることないことないことのが多い。ないこと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 ですね。あ、本当ですか。皆さん結構気をつけてらっしゃいます。だから、女性議員が独身の方で、女性議員っていうか、先輩議員もやっぱりそうですね、すごくそういうのは気をつけてらっしゃいますよね。
あ、まあ結婚してたらダメですけど、でも独身だったら関係ないんじゃないですか。そうですよね。でもやっぱり仕事に専念してた方が、仕事の方がずっと楽しいですから。そうですよね、人の気持ちはね、恋愛よりもずっとずっとやりながら、恋愛なんて本当確約ないですもんね、だって一人じゃないですか、対象が。でも政治の仕事は何千何万という方のお役に立てる仕事なんで。そうですよね、一人のために尽くしてね、裏切られたらとんでもないですよね、そのエネルギーがあったら ね他のところに誘おうと思って。本当ですよね。いやだからもう今恋愛よりも仕事の方が楽しいから、ね、でも散々されてきたからですよね、もう卒業みたいな。いや、卒業、いや、まだまだ卒業はしてないと思うし、してほしくないですし、これからだと思いますけども、とりあえずはまだ、まあ、仕事と恋愛してるような感じですね。あ、それ佐藤和さんも同じこと言ってました。あ、そうなんですか。どうもそれ信憑性ないんですよね。いやいやいや、でもね、トカちゃんの場合は分かるんです、いろいろ苦労されてきたから恋愛で、それも分かるんです。なるほど、どんなタイプの方が好きなんですか。そうですね、積極的な人が好きですね。アグレッシブ、年上年下どうですか。いや別にどちらでもいいんですけど、一緒に楽しくなる人、元気が出てくる人。やっぱ仕事においてマイナスになっちゃう人だと嫌ですよね。そうなんですよね、家にいてくださいとか言われちゃうと、また束縛されるのも嫌ですし。そうですね、お互いこう飛び出していけるような、そういう人だったらいいですけどね。同じ議員同士さんはどうですか。いや難しいんじゃないですか、なかなか。どうしてですか。家の中どうなっちゃうんだろうと思っちゃいますよね。そうですよ ねこんなライフスタイルしてるの、2人もいたらどんなことになるんだろう。本当ですね、それはね大変ですよ本当に。そうですか、大変。ああそんなもんですよね、だからまあしばらくもう独身の方がいいなみたいな。そうですか、分かりました。じゃああんまりあの恋愛の話でもなんですので、最後にあの、制作的にはどんなことに力を。そうです、まあ、環境とか。あ、環境ですか、ね、だから世界中の人みんな困ってるんです。あれ見ました、あの何でしたっけ、5話の、あ、見ました。不都合な真実、面白かったですね。あとはどんな感じで行ってみたいですか。そうですね、環境とあと経済の両立とか、はい、まあ、あと薬剤師でもあるので、そういう医療関係の充実とか、はい、今国会揉めてますよね、いろいろ。そうですね、禁則が出たりとか。そうですね、終盤国会に向かっていろいろね、会期は伸びそうですね、はい。社会保険庁の問題はいかがでしょうか。そうですね、私も今、はい、だから不安解消プロジェクトチームに入って。あ、それあの結構若手の議員さんがやってるんですか。そうですね、一緒にやってるんですね。でいろいろ意見言わせていただいて。やはりご地元に帰ると言われるんじゃないですか、有権者の皆さんから。もちろん言われます。それやっぱり一人一人こう説得していくのが今の。そうですね、だからそういう時こそ出ていった方がいいと思うんで。だからもう積極的に街頭演説に立ってボコボコに言われて、でも私は自民党もこの問題から絶対逃げませんとか言って、はい、必ず解決しますからって言って。やっぱヤジとかもあるんでしょうか。もちろんあります。あ、でもそれも仕事ですよね。だからこれはもう本当それも仕事だなと思って、そういう声もいただいてやっぱり生かしていかなきゃいけないんです、政治家は。あ、そうですね、コロナの風の時も言われますから。そう、同じことなんですよ。今言われたはいいですね。だから悪い時にこそむしろこう出ていった方が私はいいんじゃないかなというふうに思います。わかりました、ありがとうございます、はい。それでは次の議員さんをぜひご紹介ください。はい、亀岡先生を。あ、野球の方ですよね。そうなんです、出ていただいたんです、うちの番組は。野球で。あ、そうなんですか。確かちょろっと、野球のちょろっと何でしょう、野球のなんかで、ね、監督やってたんですよ ね。そうなんです。あ、そうですか、はい、ぜひお電話をしてください。はいはい、ありがとうございます。じゃ電話をしなきゃ。あ、じゃあ、はい、何しまってますこれ、なんかこれ気持ちいいですね。ちょ、気持ちいいですか、ぜひまた持ってください。携帯の方に電話しちゃったのがいいのかな、いきなり。いや、爪もおしゃれですね。サロン行ってるんですか。いや、自分でやるんです。え、自分ですか、やってくださいとか。そんな難しくないですよ。本当ですか、これ自分でやってるんですか。うん、できますよ。すごい。ネイルサロン行って勉強するの、こうやって、ね、覗きの。あ、こうやるんだとか思って。私みたいにぼーっとしてないんですね。もしもし。すごい。あ、早い先生、渡嘉敷です。さっと。亀岡先生でいらっしゃいますか。違ったりして。あ、すいません、失礼いたしました。性格が出てましたね。もう今絶対お店の人が出てすいません、トカちゃんカチャーミングですね。かわいい。全然すいません、かわいい、やっぱり無事ですね。あれみたいな、やけに早いなと。いつもこんなおちょこちょなんですか。そうなんです。いや、いつもそうです。結構愛すべき一面ですね。あ、渡嘉敷ですけれども。
亀岡先生あよかった、今度は亀岡先生よ、よかったです、さっき間違えて電話しちゃったんでよかったです。そうなんですよ。で次出ていただけます、突撃永田町に出ていただけますでしょうか。はい、わかりました、よろしくお願いします。佐野です。はい、どうも。はい、はい、よろしくお願いします。OK です。よかった通じました。その前に電話したら誰だったんでしょうね。全然そう言いましたよ、まあ、よくあることなんだ。しかも超なんか親しく、あ、すいませんなんかすごいびっくりしてらっしゃいました。はい、ぜひバトンにサインをお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、ここに書くんですね、ここ好きなとこで、はい、はい、ありがとうございます。あ、やはり渡嘉敷さんの渡嘉敷はあれなんですね。はい、あ、全部ひらがななんですね。全部ひらがなにしてるんですよ。あ、漢字で書いたら落ちちゃいますからね。書きたくないじゃないですか。私落ちちゃうと。みんなあの投票用紙に渡嘉敷直美72画なんですよ。あ、そうなんですか。誰も書かないですよ。72画。72画ってあのどんな運命なんですか。え、ないです。あの、もうそんな文字数多すぎて対象外。対象外。どうやって占いやってるんですか。え、だからその文字の画数の占いはもう最初から見ない。あ、見ないんですか。もうだってでも関係ないんで絶対ありえないんで。お金かかんないでいいですね。そう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 。わかりました、それではいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。なんか離婚話ばっかりでしたね。いらっしゃい、おかえりなさい。行ってまいりました。そうです、そうです、行ってまいりましたよと、はい、今日は渡嘉敷直美さんのところに臨宿舎ですね。そうですね、行ってまいりました。ねえ、赤坂もねすごいところでしたね。クーラーがね、気持ちよかった。いつも議員会が熱いですよね。そうなんですよ、はい、女性の議員さんで、はい、3人目。そう、なんかすごいフレンドリーな。そう、嬉しかったですね。ですよね。もう僕惚れかけちゃいましたもん。あ、そう、いい女性好きなんだ。大好き。あ、ショートカットが好き。大好き。まあそんなこんなでですね、はい、次回は亀岡義民議員のもとにお伺いいたします、はい、次回もよろしくお願いいたします。以上、今井がお伝えいたしました。